バレーボール 2016-17V チャレンジリーグ I は2016年10月29日から2017年2月26日にかけて行われた V チャレンジリーグ I の大会である。男子は大分美代市バイセアドラーが優勝し、女子は昨シーズンに V プレミアリーグから降格したデンソーエアリービーズが優勝した。赤字はホームチーム。 11月5日、11月6日、11月19日、この日の試合は、チャレンジリーグ2と同時開催された。11月20日、この日の試合は、チャレンジリーグ2と同時開催された。11月26日、11月27日、12月3日、12月4日、赤字は、ホームチーム。 12月10日、12月11日、1月14日、1月15日、1月21日、1月22日、1月28日、1月29日。赤字は、ホームチーム。2月4日、稲城会場の試合は、V チャレンジリーグ2の試合と、同時開催された。2月5日、稲城会場の試合は、V チャレンジリーグ2の試合と、同時開催された。 2月11日、2月12日、2月18日、2月19日、2月25日、2月26日本節では、チャレンジリーグ愛とチャレンジリーグ2の入れ替え戦について、述べている。プレミアリーグとチャレンジリーグ愛の入れ替え戦については、バレーボール2016、17V プレミアリーグ、V チャレンジマッチを参照のこと。3月4日、3月5日、警視庁、埼玉ともに、 チャレンジ合いが2連勝して、来期の残留を決めた。赤字は、ホームチーム。10月29日、10月30日、11月5日、11月6日、11月19日、11月20日、11月26日。赤字は、ホームチーム。11月27日、12月3日、12月4日、1月7日、1月8日、1月14日、1月15日、1月21日。赤字は、 ホームチーム。1月22日、1月28日、1月29日、2月11日、2月12日、2月18日、2月19日、2月25日、2月26日本節では、チャレンジリーグ I とチャレンジリーグ I の入れ替え戦について、述べている。プレミアリーグとチャレンジリーグ I の入れ替え戦については、バレーボール2016、17V プレミアリーグ、 V チャレンジマッチ女子を参照のこと。3月4日、3月5日、j ギフは2連勝して、来期の残留を決めたが、柏トヨタ自動車戦は1勝1敗となり、下記の通り得点率の差で、トヨタ自動車が勝利し来期の昇級資格を得た。ありがとうございます。